大好きで、はいはい、特にやっぱり恋愛ですよ。今ほら間を通してね、はい、ああいうの日本にもたくさんありましたから、ね、あ、知りたい。一番すごいのはね、京都の清水寺って言ったり、はいはいはい、清水の舞台から飛び降りて、はいはい、あれあの、あの人と一緒になれるかどうかを確かめるために、傘を持って、あそこから飛び降りて、本当にあったんですか？怪我がなければ結ばれる。